はい、それでは晩酌の時間になりました。今日はですね、この料理を見たところ、日本酒が合うと思うんで、日本酒、八海山ですね。八海酒造、新潟県南魚沼市、八海酒造です。私これ好きなんですよね。ちょっと甘口でですね、香りが高いということで。それではいただきます。はい。何かいつもと変わり映えしない、おかずなんですけども、ただですね、入ってるものが違うんですよ、今日は。今日はいろんなすごいいいキノコがたくさん入ってます。まずこの鍋ですね。鍋と実はこの、豚肉との炒め物はですね、同じキノコ入ってます。今日採れたキノコをみんな半分ずつにして、こっちとこっち両方入れたって感じなんですね。だからいろいろ入ってるんですけども、ただよそった時にですね、肝心のキノコ入ってないこともあります。その時はご容赦ください。それじゃあちょっとですね、ちょっと食べにくいから、これ移動しますかね。それじゃあまず汁からいってみますか。はい、今日はいいですね。とにかくこのきのこ鍋っていうのはですね、いろんなきのこが入れば入るほど美味しくなるんですね。で、今日ものすごい数です。ちょっと数えられないくらいの、数入ってます。で、まずはこれですね。これえのきですね。えのきです。このえのき、これがえのきなんですけども、スーパーで売ってるえのきとは想像つかないと思うんですけども、こんな大きくなるんですね。これまだ小さい方ですよ。もっと大きいのあるんですよ。この半分にしたの、これ違いますね。このえのきいってみたいと思います。はい、えのき美味しいですね。こんだけ大きくなるとですね、すごく美味しくなります。小さいうちもあるんですけど、もっとこのくらいちっちゃいのも結構あるんですけども、それでも十分美味しいんですけど、大きくなればなるほどえのきは美味しいですね。次はですね、
まあ、ムキタギがすごく見えてるんですけども、じゃあまあムキタギ行ってみますか。はい、これムキタギ、まあ小さいムキタギなんですけども、ムキタケも、まあこれ味というよりもですね、もう食感ですね、ゼリー状の食感、これがもうたまらないですよね。次はこれですね、ブナシメジですね。これ小さいくらいのブナシメジです。もっと大きいのがあってですね、それは半分にしましたけども、まあ見つかったのでこれいってみたいと思います。ブナシメジ、ブナシメジも美味しいですね。スーパーにもっと栽培したブナシメジ、ちっちゃいのがあると思うんですけども、これも大きくなればなるほどですね、いわゆるブナシメジ、スーパーのブナシメジとは違ってですね、美味しくなります。そうしたらあとはこれは多分チャナメツムタケですね、半分にしたものです。じゃあこれいってみたいと思います。チャナメツムタケもですね、ナメコの仲間で、ナメコをちょっと野生味豊かにした感じの味で、非常に美味しいです。で、これがキナメツムタケですかね。もっと大きいのあるかもしれないですけど、まだ一番ここで見つかったので、これ行ってみたいと思います。キナメツムタケ。さっきのチャナメツムタケ、これキナメツムタケ。味食感ともですね、チャナメツムタケと非常に似てるんですけども、よりシャープなナメコ臭がしますね、キナメツムタケは。それではあとは、まあ、お白いしめじ、まあ、お白いしめじはもう毎回食べてるんで、まあ、時間もないのでこれは省きたいと思います。それでこれあともう食べてないのあります。あ、そうか、花井口とか白ぬめりがある、あった。ちょっと白ぬめりはこっちにも入ってきてないですけども、ブナハリタケもありましたね。はい、それじゃあこれですね。これは落葉、花井口です。で、大きいので半分にしてあります。はい、もう花井口は言うことないですよね、非常に美味しいです。いや、実はまあ白ぬめり口をここで食べてですね、花井口と味変わらないってことを示したかったんですけど、ちょっとこの中には見つかってないですね。ものすごい大量に鍋ある中にこのお椀によそっただけですから、なかなか全部の生きのこ入ってません。あとこれだ、これはですね、松の苔色ぬめり傘ですね。松の苔色ぬめり傘。はい、これいってみたいと思います。はい、これも美味しいですね。とろーんとしてですね、ちょっと甘みがあるんですよね。晩秋に出るぬめり傘系のキノコです。じゃあ最後ですね、ブナハリタケ、ブナハリタケ行ってみたいと思います。はい、ブナハリタケ美味しいですね。食感が全然今までのキノコと違いますね。今までのやつはみんなこうぬめり系で、なんですか、トローンとした感じのキノコ。ところがブナハリタケはもうしっかり歯ごたえがあって、
で、味がこう、なんですかね、なんて言いますかね、木の香りが、まあ、ブナじゃないんですけども、札幌にブナないので、ブナじゃないんですけども、まあ、ブナのような広葉樹の香りがしてきます。まあ、大体、全部食べてないですけど、入ってたキノコは全部食べたと思います。で、次はですね、同じキノコたちをですね、今度は豚肉とごま油で炒めたものです。で、これも、もう限りがあるので、すべてのキノコはとても紹介できないので、まあ、ちょっと適当にこの辺に見えるのをよそってですね、食レポしたいと思います。あ、今松葉が見えましたね。この松葉が見えるとですね、あったあった、これは強ダメなんです、松葉。はい、あとは変わったキノコでは、これはエノキタケですね。エノキタケが入ってないですね、多分ね。じゃあ、まあ、とりあえずこれ行ってみたいと思います。まずは、まあ、エノキタケですね。今日はエノキタケのこういう大きいのがボンボン生えてるのにぶち当たりました。はい、エノキタケ行ってみたいと思います。はい、エノキタケ美味しいですね。鍋も入ってても美味しいけど、こういう形でも美味しいですね。次は、これはブナハリタケですね。ブナハリタケ。じゃあブナハリタケ行ってみたいと思います。はい、ブナハリタケ美味しいですね、やっぱり。こう、なんですか、晩秋に出るぬめり系とはこう一線を画したですね、こう食感と、それから木の香り、します。非常に美味しいですね。あとはこれは、松の苔色のぬめり傘ですね。これ松の苔色ぬめり傘。松の苔色のぬめり傘も美味しいですね。鍋に入れてもこういう形でも非常に美味しいです。それからあとはあれですね、あ、これは花井口ですね。花井口。それからブナしめじ食べたいですね。ブナしめじ今日初めて、初なので、これはお白いしめじですね。ブナシメジ。あ、この大きいの、そうです、あ、これです、これ一番大きかったブナシメジです。はい、まあ、ちょっとキリがないので、この2つを食べて、このおかずは終わりにしたいと思います。じゃあ、これブナシメジを一番大きかったやつを半分にしてあります。はい、ブナシメジいいですね。食感といい、味といい、もう言うことないですね。言うことないって、全然食レポになってないんですけども、じゃあ最後ですね、これ、花井口ですね。花井口、はい、花井口も美味しいですね。花井口ももう鍋に入れてもこんな感じにしても何にしても美味しいですね。すいません、ちょっとお酒が足んなくなっちゃったのでちょっとだけ足します。それでは次は最後はですね、佃煮です。まあ、これもいつもやってんですけども、まあ、そろそろですね、バッタもカタツムリももういなくなってくるので、まあ来週ぐらいがギリギリぐらいですかね。で、まずは一番大きなこの羽のないですね、これ
札幌吹きバターですね。まあいつも食べてるんですけども、はい、バッター非常に美味しいですね。日本酒によく合いますね。あ、言い忘れましたが、今日はですね、カタツムリとバッター捕まえてるんですけども、凍結してあったアキアカネ、ここに1匹2匹いますけど、2匹とカタツムリが2匹入ってます。じゃあこのアキアカネちょっと行ってみたいと思います。アキアカネ2匹ですね。はい、アキアカネも美味しいですね。これ夜食系、夜食の分野ではですね、もう大御所の竹本さんっていう人がいるんですけども、竹本さんがトンボ食べてですね、トンボまずいと、一般的にまあトンボはまずいって言ってましたけど、いやそんなことないですね。今のアキアカネバッタよりも美味しいですね。だからトンボの中にも美味しいのはちゃんといるってことです。それでは最後ですね、カタツムリ、あれカタツムリ今日何匹取ったんだっけな、今日3匹ぐらい取ったんだっけな、これ 1,2,3,4,5 匹いますね。3匹取って、で2匹凍らしてあったので、まあ5個ってことですね。じゃあ最後カタツムリ行ってみたいと思います。もう2つぐらいいます。はい、もうカタツムリもいつも食べてますけど、すごい美味しいですね。これ日本酒と合います。ということで、今日の、まあ、夜食材全部食べ終えました。まあ今日はですね、もう晩秋のキノコ、まあムキタケは前から出てたんですけども、それに加えてえのきたけですね、それからきなめつむたけ、それからぶだしめじ、これみんな晩秋のキノコなんですね。もうサインを告げるキノコです。で、実はですね、いつもこのブナシメジ、キナメツムタケ、エノキタケを取るとですね、一緒にナメクいつも取ってるんですよ。で、それらを鍋にすると、まあそろそろキノコも終わりということで、残念ながら今日ナメクがなかったんですけども、まあナメクはですね、私ホームグラウンド1、2、3という、まあ札幌市内回ってるんですけども、どこにもあるんですね。どこでもかで必ず取るんですね。毎年取ってて、取れなかった年はないんですけども、今年一のとこで、去年まで取ってたとこ見たらですね、出てなかったんで、まあキナメとかですね、ブナシメジがもう出てるので、ナメコが出てないはずないので、まあ終わっちゃったんですね。ナメコっていうのは、まあナメコに限らず全てのキノコは同じところから何年か続けて出て、数年続けて出て、で、亡くなるんですよね。で、今日、ナメコの、ところを見たんですけども、それは去年も撮ってですね、もうその前の年も撮って、毎年撮ってるんですけども、出てなかったんで、終わったってことなんですね。で、終わるとですね、それで終わるわけじゃないですね。また、全然違うところでパッと見つかるんですよね。で、またそこはですね、数年続くということで、それをまた毎年取るということで、実はナメコに限らず、まあナメコもそうですけども、他のキノコも、もう20年来そういうことをずっとやってるんですけども、だからどっかでナメコは取れると思います。今年取れないっていうことになると非常に悲しいんですけども、まあ、ホームグラウンド、2か3でですね、ナメコ取れるんじゃないかな、と思ってます。はい。それじゃあ、今日は、これでお開きにしたいと思います。あとはゆっくりですね、飲みながら、食べて楽しみたいと思います。今日はご視聴、どうもありがとうございました。